林環境専門職大学短期大学部は、静岡県岩田市と三岡678のに、本部を置く日本の公立専門職短期大学である。2020年に設置された、専門職短期大学の略称は、アグリホーレ。1974年にそれぞれ設置された静岡、県立農業短期大学校と静岡、県立林業短期大学校に橋を発する。 その後の1980年入学生より2つの短期大学校が静岡県立農林短期大学校として統合され、1999年より静岡県立農林大学校と改称され、現在に至る。2018年10月に設置認可の申請を行い、2019年8月30日に文部科学省から認可される、入学定員100名。 初代学長として、農学者の鈴木茂彦が就任した。専門職短期大学であるため、短期大学卒で得られる、短期大学士の学位と同等の、農林業短期大学士の学位が授与される。学科専攻科別科。ありがとうございます。